皆さんこんにちは。 IPSEC の山下です。今日はお忙しいところですね、我々のセミナーにご来場いただきましてどうもありがとうございます。ちょっと開始に先立ってですね、挨拶と、いくつかちょっとトピックスの情報をですね、提供させていただきたいと思います。 IPSEC ではですね、だいたい4年ぐらい前からですね、アジャイル開発に関するですね、調査検討をですね、行ってきまして、いろいろ調査して委員会で検討してということをですね、何回かやってですね、毎年いくつかのですね、報告書をですね、公開させて、URL はここにあるんですが、ご覧になっていただけている方もいらっしゃるかもしれませんが、で今日のですね、セミナーはですね、最後に、昨年度末にですね、公開した、プラクティスのリファレンスガイド、これに関するですね、内容になっています。ちょっとこのスライドを撮って手元にないんですが、たまたまですね、今週、IBM のイベントに参加してですね、ヤフーの河合さんっていう方がですね、アジャイルに関する話をしてて、ヤフーはいろいろこう、アジャイルでもいろいろあるんですが、ソフトウェアのパフォーマンスがですね、初期リリースした後、だんだんこう、低下していくと。そういったのをですね、対して、継続的にデリバリーしていくことによってですね、上げてですね、そのソフトの価値をですね、高めていくというようなことでですね、アジャイル開発を取り組んでおられているんですが、そこで言われたのはですね、ビジョンはですね、トップダウンでやるのと。で、ボトムアップでトレーニングをやるということで、今日の話はですね、まさにですね、このトレーニングのですね、がテーマになっています。で、ちょっとセックではですね、あまりこう演習というか、こう手を動かすようなセミナーは少ないんですが、なおかつこのアジャイル開発のテーマではですね、そういったか初めてなんですけども、今日はこういう付けの配信させていただいてですね、後からですね、今手を動かしながらですね、やっていただくと。で、その中でコミュニケーションが最も重要という話もありましたし、今変化に対する抵抗が最大の障害という話もありましたが、特にですね、コミュニケーションについてですね、こういったような形でですね、後からですね、いろいろとやっていただくということになると思います。で、今日はですね、で、一つトピックスをですね、まず紹介しておきますが、アジャイル開発の取り組みを始めてからですね、こういうような形で、セミナーをですね、我々が開催してきましたけれども、首都圏でですね、開催されるいくつかのですね、セミナーのアンケートをですね、今日もお願いしていますけども、アンケート結果をちょっとまとめたのを紹介しますと、アジャイル開発をですね、使っているというようなですね、趣旨の質問に対してですね、最初はですね、ほとんどですね、なかったんですが、徐々に増えてきましてですね、直近のですね、今年の3月、半分以上がですね、もうアジャイル開発をですね、使われているというような回答でした。で、逆にですね、使っていないというのは逆に減ってきているというような状況なんですが、一つで興味深い、データがありましてですね、この3回分ですが、使いたいと考えているけども、実現していないというようなですね、回答された方が結構な割合いるんですよね。ちょっと直近では減りましたけども、それなりにですね、大きな割合をですね、占めているということがありましてですね、今日の、セミナーのリファレンスガイドというのはですね、アジャイル開発をですね、使い方というかね、実際にですね、手を動かしながら使い方をですね、学んでいただく、身につけていただくというような趣旨ですね、考えていますので、ぜひですね、何らかの形でですね、身につけて、ヒントになればですね、を身につけていっていただければいいかなと思っています。で、このリファレンスガイド、後でですね、またですね、説明ありますけれども、今日の講師の方々はですね、実際にですね、アジャイル開発のこのプロセスリファレンスガイドをですね、調査されて、現場を調査されて、まとめられたという方々にですね、来ていただいています。で、かいつまんでですね、特徴をですね、特徴というかですね、概要をですね、話しますと、ご存知の通りです、アジャイル開発にいろいろプラクティスっていう、実践的なですね、活動項目があるんですが、大体、世の中で代表的なものをですね、55個ぐらいピックアップしてですね、それをですね、調査しましたと。で、その結果をまとめてますし、そのプラクティスを使ったですね、アジャイル開発の事例をですね、26個。またですね、いろんなこう、局面というか、どういった場合にですね、例えばこう、変動が激しいとかですね、こう素人ばっかりだとか、いろんなケースがあると思います。いくつかの、9つのケースについてですね、どういうふうにこのプラクティスをですね、使えばいいかというようなですね、ポイントもですね、合わせてですね、ガイドに盛り込んでいます。で、実際の
日本国内のですね、実際の開発現場で使われているですね、情報をですね、調査して、それをですね、まとめているということと。もう一つですね、新しい特徴があってですね、MS ワードで、ダウンロードされる方もご存知だと思いますが、MS ワードのファイルを持って公開していまして、まあ、自由にですね、要するに自由にですね、変更してもいいと。また、なおかつ、ね、商用に使ってもいいと。例えばですね、まあ、社内でですね、まあ、ちょっとこう少しですね、必要なものをですね、まあ、ピックアップして、まあ、わかりやすいように編集し直してですね、マニュアルみたいなのを作ってですね、使われてもいいですし、まあ、外部のセミナーをですね、まあ、自らですね、まあ、このガイドをもとにですね、教材を作ってですね、やっていただくということもですね、可能となっていますので、ぜひですね、まあ、使っていただきたいなと思います。まあ、これは後で出てきます。いろんなプラクティスね、55個のプラクティスをですね、まあ、調査してまとめているということです。でもう一つトピックス、このプラクティスっていうのは先ほどそのコミュニケーションが重要っていう話もしましたけども、結構このアジャイル開発のこう、まあ、人材育成っていうのはなかなかですね、各社さん悩まれていると思うんですが、その前に、よくその、まあ、いろんなところで目にされても、耳にされたりすると思いますが、ウォーターフォールとまあアジャイルっていうのはいろいろこう2つのこう大きなですね、開発手法があるんですが、ちょっと一つ、私なりにですね、まあ、いろんな情報をもとにまとめてみたのはこの、まあ、両者の比較なんですが、ウォーターフォールはですね、まあ、大きなところとして、プロセスを重視したですね、まあ、計画駆動の、初めにですね、きっと計画を立ててですね、綿密な計画を立てて、順繰りにその計画に従ってですね、開発をしていくというのに対して、まあ、アジャイルはですね、まあ、人の重視で、まあ、価値駆動と。お客さんの価値を高めるためにいろいろですね、まあ、人とコラボレーション、コミュニケーションしながらですね、まあ、コツコツと、まあ、まあ、少しずつですね、積み上げていく。変化にもですね、対応すると。そういったですね、まあ、開発手法になっていまして、まあ、両方ともどっちがいいって話じゃなくて、まあ、まあ、文化ですね、文化が、こう、まさに文化が違うということで、まあ、ケースバイケースで使い分けるんですが、この人を重視っていうアジャイル開発のですね、ところはですね、今日のですね、プラクティスと密接にですね、関係すると思いますので、ぜひですね、そういったところもですね、体験してですね、いただければいいと思います。で、この人っていうかですね、人材っていうか話についてですね、実際各社さんでいろんなアジャイル開発のですね、人をですね、まあ、育成したり、あるいはそう、自らですね、身につけたりする中でですね、重要なことはですね、いくつかありまして、一つはですね、後で、まあ、先ほどの、後でというか先ほどのですね、表にありましたようにですね、まあ、プラクティスいろいろあるんですが、すべてのプラクティスですね、まあ、一つのプロジェクトの中で使われているわけじゃなくて、まあ、取捨選択してですね、使われているということと、あとそれぞれいろいろプラクティスがあるんですが、こうしなきゃいけないとかですね、ようなですね、厳格な決まりはなくてですね、まあ、いろいろその状況に応じてですね、まあ、カスタマイズしたりですね、まあ、取捨選択したりして、まあ、使っていただければいいというような話になってますので、こう、きっちりとですね、プラクティスをですね、まあ、一生懸命勉強することは重要なんですが、それはむしろですね、まあ、アジャイル開発の本質というかですね、価値であるとか原則というものをですね、理解した上でですね、まあ、こういったことを実践していただけるとですね、まあ、カスタマイズとか、あるいは取捨選択がですね、まあ、適切にできると。価値とかですね、原則がちょっと、まあ、いろんなところで出てくるので、まあ、省略しません、付録につけていますけども、そういったことをですね、踏まえた上でですね、まあ、アジャイル開発に取り組んでいただけるとですね、まあ、カスタマイズであるとか、取捨選択がうまくいって、まあ、適切なですね、開発ができるというようなことが言われています。で、ちょっと、IPA がですね、発行している人材白書の新しい最新版ではですね、面白いこうデータがあってですね、自分の希望に合ったですね、仕事かどうかっていうので、まあ、アジャイル開発に携わる人の方がですね、ウォーターフォール型に携わる人よりもですね、まあ、多くですね、合っていると感じていると。あと、もう評価もですね、まあ、適切に評価されているっていう感じ、人はですね、アジャイル開発に関わる人がですね、多いとかですね、あるいはですね、まあ、今の仕事にですね、一生懸命取り組んでいるとか、仕事が好きだとか、まあ、この仕事をしていると、まあ、すごい誇りに思うと、そういったようなですね、ことを持っている人の割合はですね、まあ、ウォーターフォール型の開発をやっている人より今ですね、アジャイル開発をやっている人の方がですね、まあ、倍以上ですね、高いというような結果が出てて、まあ、アジャイル開発というのはそういうようなですね、まあ、人っていうを重視するような開発手法であるということで、そのポイントはですね、プラクティスとですね、まあ、かなり関わってくるという話です。ちょっとここは省略してですね。
ということで、まあ、まとめるとですね、まあ、今言った話で、まあ、コツコツとですね、標準に従ってですね、やるようなですね、まあ、ウォーター開発。これも重要なんですが、ジャリー開発はですね、まあ、原則、価値原則を理解した上でですね、いろいろこうカスタマイズしながらですね、ある程度裁量を持って進めることができるということですね、ことを特徴にしているということで、今日のですね、まあ、これからの、まあ、演習の、その、中でですね、そういったことをですね、まあ、少しでもですね、まあ、理解していってですね、まあ、何らかのですね、今後のですね、ヒントになればというふうに思っています。ではですね、今日どうぞですね、長い、この後ですね、どうぞよろしくお願いいたします。私の話はこれで終わります。